えと今回の話なんですけども、とりあえずどんな時も生きていいという、ね、生きるという選択をとりあえずね、最優先に持ってくるっていう、そういうお話をね、していこうかと思うんですよ。でね、あのー、なぜね、こういう話をしようかなと思ったかというと、僕たちはとりあえず生きるために仕事をしていたり、生きるために学んでいたり、ね、生きるために何かしていると思うんですけども、そんな中で、世の中で辛くなって、 であーもう辛いなって思ってしまうことはよくよくあると思うんですよけれど生きるためにやっていることでつらくなって自ら命を絶ってしまう方々が結構多いように見受けられるんですよねけどそれは生きるためにやっていることなのでまずは生きるということをねあの最優先にしてほしいなといろんなところでね感じているんですよまず生きていいとでもちろんまあ当たり前といえば当たり前の話なんですけど 多分ね、お父さんお母さんにもそういったことをほとんど習わないだろうし、学校でも習わないと思うんですよ。ね。それよりも、人様のために人様に迷惑かけちゃいけないよとか、えー、社会一般ではとか、世の中ではとか、あの、こういうふうに見られちゃいけないよとかっていう世間からの見られ方、ね。えー、みたいなものをたくさんこう叩き込まれたんじゃないかなと思います。ね。で、結局その見られ方、 がく、えー、くなくなった時要するに自分って価値がないんだとか、うん、こういう仕事ができない自分って意味がないんだとかね、社会のお荷物だみたいな風にこう勘違いしてしまって自分の命を絶ってしまうっていうことが少なからずあるんじゃないかなと思うんですけども、まずはね、そんな時も冷静な判断はできないわけですよ。辛いので冷静な判断ができない自分でね。なのでとりあえず そこにいいとか悪いとかを考える前に辛くなったのであれば、まずは生きるということを最優先にして、そのために休むとかね、仕事を休むでもいいし、学校を休むでもいいしね、いろんなものを休む。それをあの大事にしてほしいと思います。で、休んである程度元気になってから考える。うん、社会に貢献するでもいいし、それは、その部分はその後に考えるということ。この順番を生きる。生きてからね、生きてから考える。 ちょっと落ち着いてから考えるっていうことをね、ちゃんとやってほしいなと思います。ね。結構やっぱよく聞くんですよね。あの、社会では通用しないよとか、その、ね、迷惑をかけちゃいけないよとか、あなたの、いあなたのっていうとあれですけども、意味があるのとか価値があるのとか、その、 その学歴もそうですけども、どうしてもそういうふうに比べてしまうと思うんですね。もちろんお父さんお母さんも我が子を誰かと比べていると思います。どんな学校に入った、どんな学校に入れなかったとか、どんな会社、どんな仕事所で仕事をできているし、どんなところに仕事できていないとか、そういうふうに年収もそうですよね。 え、それはもう身体的な特徴もそうだと思うんですけども、そういうふうに何かと比較して我が子を見ている方々もいらっしゃると思うし、もちろん、あの、自分自身も何かと比較して自分ってこういうものなんだってこう考えてしまうことが多いと思うんです。でも、そういう何かと比較することで得られることっていうのは、どうしても自分の欠点、自分の良くない状態、良くないものと他人の良いところを あの、照らし合わせてこう、見つけることが多いと思うんですよね。そうしたら、自分の良くないところばかり目についてしまう。それは、ね、本当そうなってしまうと思います。でもっと言うと、あのー、ね、自分の良くないところ、 に自分自身ね、やっぱりこう目が行きやすいというか、ネガティブな情報にこう気を取られやすい、注目しやすいっていう特徴を僕たちは持っているので、えーと、どうしてもいいところ、よくできたところ、頑張ったところよりもよくできなかったこと、大失敗したこと、これまでうまくいかなかったことっていうのはちゃんと覚えているんですよね。で、これは生きていくために必要な能力だったりします。 でえー、と例えば何かとても危ないことがありました。例えば崖,、えー、崖から落ちそうになりました。そしたら今度からその辺りに近づくと前落ちそうになったから怖いよと思って近崖に近づかね。もしくはゆっくりあのちゃんとゆっくり近づくようにするとかそういうことをするためにもちゃんと自分の命が危なくなったら、えー、その情報を覚えておこうとそういうような能力があるっていうふうに言われていたりします。 それと同じで、えー、自分のできないところでやっぱり目についちゃうんですよ。で、他人のできるところ、やっぱり目についちゃうんですよ。で、できるところ、できないところ比較してで、できないんだ、やっぱダメだ、自分勝ちないんだって思っちゃうんですけども、それはやっぱりちょっと違いますよね。で、あのー、こういういろんなね、判断が自分が辛くなったり、鬱になっちゃったり、何かの障害を持っていたりしね、落ち込んでるときには冷静な判断ができなくなってしまうと思います。なので、そんなときも、とりあえず、 そこのいいとかできるとかできないとか、えー、あの人の方が優れてるとか優れてないとか、えー、社会の貢献があとかあのそれは一旦置いといてまずは生きるということね生きるという選択をてめてくださいでちゃんと、あのー、生きるという選択ができてちょっと、あのー、気持ちが回復してきたらその時に改めてああ冷静じゃなかったなっていうことに気づいてほしいですね じゃないとそそれこそあの自分で自分を傷つけてしまうことが多分あの何よりも取り返しのつかないことに結びついてしまうことが多いんじゃないかなと思いますんでそういうねあのどうしても我慢できないとか辛いってなったらまずは生きるということねそれをできるように準備していくどんどんそっちに進んでいくそれ以外のことは一旦置いておくで良くなったらまた考える 復帰するでもいいしそこから学ぶでもいいそういうふうにねあのしっかりそこの優先順位だけはねあのよくよく思い出していってもらえたらいいかなと思います。うん、僕も僕もねやっぱりあの辛くなるだけであの例えば仕事をしたりしてあの体力が減ってくるだけ疲れちゃうだけでネガティブになることは多々あります。 ね、ただ疲れてるだけなんですけどもねだけどただ疲れているだけだからこそあの落ち込ん,なんでしょうねこう疲れてるだけだあって世の中の全てがちょっとマイナスに見えてくるでそのマイナスに見えた世の中をの先を想像するから全部がマイナスに見えてくるぜ、まあ、全部がちょっといつもより低めのマイナスの評価で、えー、そう未来を想像することになってしまうんですよねでそんな時あのまずはご飯を食べます ねご飯をちゃんと食べるでちょっとお腹が落ち,落ち着いたでちょっとなんか温かいものなんか飲み飲んでであったかいお風呂に入ってその後にちょっと世の中を見てみてください。 そしたら、自分の気持ちや、あの、お腹が大きくなったので、ちょっと、あの、リラックスしています。で、えぇ、ー、あったかい飲み物を飲んだので、ちょっとまたリラックスしています。で、温かいお風呂に入ったので、ちょっと気分をね、疲労も回復していますとで。そうなった、ちょっとリラックスした自分で、ちょっと未来のことを想像してみたりとか、まあ、振り返るでもいいんですけども、見てみてください。そしたら、疲れている状態よりも、ちょっとポジティブな、ちょっと良いような、え評価で、自分、あの、見渡せるんじゃないかなと。 想像できるんじゃなないいかなと思います、ね、たったこれだけの,そのちょっと疲れているちょっと疲れてないだけで、えー、世の中をこうマイナスに見てしまったり自分に対する評価っていうのも下げてみてしまったりっていうことがあると思います実際皆さんやってみてください朝朝、えー、朝ごはん食べた後ぐらいに、えー、ちょっといろんなことを考えるもしくは、えー、夜寝る前寝る前というよりも仕事終わるか終わらないかぐらいで世の中をちょっと 傍観しててててちょっっとと見てみてくださいこの先いいここの先あるかなってきっと疲れてるときお腹が減ってるときなんだかちょっとイライラしてるときものすごく世の中を見るときの考え方感じ方が違うと思いますものすごくマイナスで世の中を見てると思いますねで、そういう風に自分の状態がちょっと変わるだけで世の中に対する見え方が違う自分に対する評価のやり方が違う、ね、イライラの仕方ももちろん変わってくるだろうしっていうことに気づければ 明らかにいろんな自分に対する評価もそうですけども、世の中に対する評価もそうですけども、もうマイナスのことが見えてくるときっていうのはきっと何か疲れてたり、何かものすごく悩んでいたり、落ち込んでたり、悲しいことがあったりっていう、そういうマイナスの状態、自分の体の状態がね、マイナスの状態であることの方が多いんじゃないかなと思います。で、ここでもう一度ね、 冒頭の話に戻ってくるんですけども。なので、そういうマイナスの状態をちょっとでも良くするためにも、まずは生きるということを選択してください。ね。どんなことがあろうと。生きてから、ちょっと良くなってから、その後の物事を考えるっていうことを、えーね、本当に何度も何度もやってみてほしいし、で、お父さんお母さんがもしね、見られているのであれば、自分の我が子に対して、まずはどんなことがあっても、まずは生きることを優先しなきゃいけないよと。 いいいうこととを教えててあげて欲しいと思います、ね、で逆もそうですねあのお父さんお母さんの調子が悪い息子さんたちはお父さんお母さんにもそういったことを教えてあげたらいいだろうし友達にもそういうことを教えてあげたらいいだろうし、まあ、唯一とは言わないですけども、うんね、その自分を傷つけてしまってからではなかなかそこから戻ることはとても難しいし自分の人生って自分が生きている自分が生きている時に だけ多分、あの、いろいろなことができると思うんですね。逆に言えば生きていれば何とでもなりますんで、ね、あの、一時、一時の、あの、体の状況や、えー、メンタルの状況だけに惑わされて、ま、あまりね、良い、良さ、良くないような選択をしてしまわないためにも、まずはね、えー、生きるということを選択してみてほしいなと思いました。はい。ね。 ちょっとこう重たい話のように聞こえるかもしれないんですけどもちゃんと何でしょうねあのー、こういうある意味当たり前のことだと思うんですけどもどんどんこういうことを当たり前になるぐらいには発信していかないといけないと思うなと最近よくよく感じています、うん、当たり前だからこそ誰も言わないですし当たり前だと感じているからこそ、うん、学ぶ機会もないだろうしけれどそんな当たり前を 疲れている自分だからこそ誤った選択をしてしまったりねするだろうし。はい。ということでした。<laughs> はい、別にこれは何かこう、ものすごく深く捉えてほしいとか言うわけでもないんですけども、改めてね、自分の命に変わるものっていうのはほぼほぼないんじゃないかと。ね、そういったことを、ね、改めてこう。 考えて欲しい考えるきっかけになってもらえたらいいだろうし逆言えば自分自分の命に変わるものってなかなかないけど仕事を次のその仕事が合わなかったらその次の仕事は、まあ、そこそこありますと <laughs> そこそこあります学校もそうですそこそこもあります人付き合いもそうですそこそこいろんな人いますからもう何億人もいますからねうんお金もそうですけど何とでもやりえ方はあると思いますなのでその代替えの効かないものを本当にね、えー、大事にしてもらえたらいいかなと思いました、はい たまにはね、えー、こういうこともちょこちょこ話していこうと思います。うん、やっぱり大事にしてくださいね、えー。皆さんに代わるものっていうのはなかなかないですから、えー、皆さんが、皆さん自身を大切にしてほしいので、どこかに、ね、メモしておくでもいいですし、もしピンチになったら、とりあえず自分が自分の大切な命とか体とかメンタルを守るということ、ね、ちゃんと守ってあげるということをやってあげてくださいね。うん、ではまた、えっ、ー、と、 この場所ね、えー、また辛くなったり、ちょっと、うーんと思ったら <laughs> この、この動画を見てね、えー、思い出してほしいかなと思いました、はい。で、お別れする前にね、今回は一回だけ深呼吸してお別れしようと思います。あのー、感情に流されてしまってはもったいないですね。えー、なので、これを断ち切るためにも、気持ちをリセットするためにも一度ね、深呼吸する習慣っていうのをつけてもらえたらいいかなと思います。では一緒にやってみましょう。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って。 口から息をゆっくりと長く優しく吐きますこれを一度だけ行いますポイントは口から息をゆっくり長く優しく吐くということですでは一緒にやってみましょう鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます ちょっとジャックスできたかなと思います。ね、えー、こういうちょっとした習慣ですけども、こういったものも自分を守るためにね、えー、自分を支えるために使える技術でもあるので、ちょっとずつ日常生活の中に取り入れていってもらえたらいいかなと思いました。はい。そしたらまた辛くなったらね、こういう動画を見て、ちょっと冷静になって自分の命を守ってもらえたらいいかなと思います。ではまた、このバスでお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。大丈夫です。 ではでは